俺もレースに参加させてもらえないか。参加費と馬が用意できるなら断る理由はない。早く決めてくれ、もうすぐレースが始まる。出場したい。ではお名前と馬の名前を教えてもらえるかな。リビアのゲラルト、馬はローチだ。よろしい。お相手は、シェーマス・ホルト。馬はアトスだ。用意はいいか。3つ数えたら出走だ。1、2、3。さあ行け。記念ダービーの決勝が終わった。勝者はローチの騎手、リビアのゲラルトだ。勝者に栄光。悪くない。だが正直なところ、大した相手じゃなかった。他のレースにも参加するか。また走りたい。素晴らしい。すぐに始まるからな。今回の相手はローマ子爵。馬はカニクルスだ。子爵はお忍びで参加されている。分別のある行動を頼むぞ。用意はいいか。3つ数えたら出走だ。1、2、3。さあ行け。皆さん、エラスムス・ビーゲルバット記念ダービーの決勝が終わった。勝者はローチの騎手、リビアのゲラルトだ。勝者に栄光。ブラーボー、おめでとう。見事な勝利だ。他のレースにも参加するか。もう一度やる。癖になってきたか。今度の相手はルーク・ビーゲルバッド、アルバート卿のいとこ。馬はサキュバスだ。彼は一族の厄介者だが、レースに負けたことがない。この辺りでは彼を王者と呼ぶ者もいる。足元に用意はいいか。3つ数えたら出走だ。1、2、3。さあ行け。
皆さん、エラスムス・ビーゲルバッド記念ダービーの決勝が終わった。勝者はローチの騎手リビアのゲラルトだ。よし、勝者に栄光。素晴らしいレースだった。おめでとう、大いなる勝利だ。捕えてサーカスに偽物にした。がっぽり儲けられ。リビアのゲラルト、そうだろ。何の用だ。お前の勝利は讃えに来たんだ。それとご主人様からの招待状だ。個人的にお前のためにお祝いをしたいそうだ。それでは。招待に感謝する。ビーゲルバット邸では見事な勝利だった。ルークは最低のクソ野郎だが、負けたことはなかったんだ。奴に勝てるということはパリオでも勝てる可能性がある。大金を稼げるぞ。パリオ？初めて聞いた。嘘だろ？なんてやつだ。パリオっていうのは夜に街中で行われるレースのことだ。昔はどの地区も出走馬の後援者になったもんだ。今は違うけどな。ベドラムとルーベンのところの騎手と競うことになるが、俺はお前にかけよう。分かった、出場する。それはよかった。がっかりさせないでくれよ。かなりの額をお前にかけるつもりだからな。準備にかかれ。カモミール茶を飲むなりなんなり好きにしろ。パリオは最も名誉あるレースだ。勝者は報酬がもらえるだけじゃなく、尊敬も勝ち取る。それでは位置について。オラオラ行け。
スしてくれ、ゲラルト。いやか。じゃあ代わりにローチにキスするよ。最高だった。俺の報酬は持っていけ。これほど報酬にふさわしい働きをしたやつは初めてだ。聖堂衛兵団だ、逃げろ。さっさとここから逃げないと。ありがとな、ゲラルト。